あらな、で、やってて、で、僕の左側に向かって右側か、セイジです。セイジです。この二人でお花畑を息が長くやっていきたいと思っております。じゃあ一曲目いく。なんか最初に言い忘れてたこととかなかったかな。後で言えばいい。まあいろいろこの後も全然喋るので連続でバババーってなんか感じでもないのでラジオみたいな感じでできればなと思ってます。僕は森のコンサートでも1曲目にやったんですけど、荒井由実の飛行機雲という曲があって、なんか古典を森のコンサートでやった時にかけてくれ、誰かがかけてくれたんですけど、すげえいいなと思って、やっぱユーミンと自然はなんだろう、ずるいなっていう。いきますか。じゃあ荒井由実で飛行機雲。今は
って緊張した。まあもうちょっと根を張る修行が足らんな。根を張らな根を張らなきゃここを立ち目を土だと思わなきゃこれなんで器具も僕森のコンサートの時はベースで一人でやったんですけど、なんで歌だけにしたかっていうと、なんか歌だけでギター弾いてもらっての方がなんかワクワクして歌えるなってなんか一生思ってこの歌うまでついてたんですけど、やっぱベースなくてよかったなというか、ベースめっちゃかっこよくてめっちゃ難しいんですよ歌いながら。でもう最後の言い訳、荒井由実ベース弾いて歌ってないやんって思って、でもこれはベース弾きながら歌ってるポール・マッカートニーとかには通用しない荒技を使ってやりましたよ。あの飛行機を荒井由実でした。よし、あ、OK、そう。2人で作った歌とか、もともと2人でやった歌をやってるんですけど、彼の歌は、歌っていうか曲とか歌はすごい土っぽい歌を作るので僕は大好きなんですけど、なんか家の庭の雨が降った後の雫がちょっと歯に膨らんでる感じが、指でこれを今日なんか鳴りが悪いな。めっちゃゆっくりじゃあ行きます。手をつなごうという曲を聴いてください。1,2,3,4 か。そうか、俺ちょっと指に意識ってて、あの引かなかったから。ワン、じゃあね、手で口でいきますか。よくどうすか。じゃあ、1,2,3,4。大切なことは二人だけ。
分かりはしない。地球を上から見下ろし、神様も探してる。初めて会ったあの日から何度も恋を気づかされ、二人は今も愛を教え合ってる。
曲なんですけどね、完全に前の前工場間違えた。あの次に聖司君の歌をやります。手をつなごうは、うん、あ、なんかどういう経緯でできたんですか。あ、そんななんかラジオアシスタントみたいなことやってくれない。聞いてなかったから。あ、聞いてなかった、言ってなかった。それはそれであれだな。じゃあみんなに言うと、手をつなごうっていうのは、そうですね、まあ分かると思うんですけど、やっぱみんな多分好きな異性とかとね手つないだことあると思うんですけど、めっちゃそれがしたいっていう動機で、でも相手がおらなきゃできないじゃないですか。だから自分でやってもなんかなんかどっちにも自分が脳みそ一緒やろみたいな。だからどうしてもその吐き出したくて、その気持ちを吐き出す方法を間違えると、あのね、憲法に違反したりとか。あの、そうそう、あの、うん、大きく言うとね、うん、するから。僕絵もそうなんですけど、なんかほんまにどうしようもないじゃないですか、そのなんていうのかな、そういうのは運命だから。でだけどそういう気持ちがあるから、じゃあもう歌とかあと白いキャンバスにぶつけようって、あっちはすごい何も、まあちょっとお金払ってキャンバスを買ってるから、ちょっとそういう感じ、水商売的な感じになってるかもしれんけど、白いキャンバスは何でも受け止めてくれるんですよ。それがすごい、まあ音楽もそういう言い方ができるんやろうけど、すげえ優しいなって思って、なんかそんな人間になれたら、自分もなれたらなとか思いますけどね、キャンバスみたいな。まあでもやっぱ好き嫌いあるし、なんか誰かが言ってたっていうか知り上げてたんですけど、どんだけね恩人とかどんだけ愛してる人でもやっぱムカつく時あるし、でその人がもう一言で言ったんですけど、愛してるけど死ねばいいのにって言ってて、でそれはすごいなんか救われる言葉だなって思って、恩人恩人言ってたらなんかムカついた時に、あれこの気持ちってなんかダメな気持ちじゃないかとか、そんなこと全然なくて、本心からさっき言ったんで、もう根っこから出てきたんで、今日のテーマは根っこというね、あと5回、8回ぐらいいますよ、うんうん、何やったっけ、手をつなごうの意味ね、うん、あ、ありがとうね、なんかこんだけ広がったわ、アシンスタントしてくれたおかげで。よかった、聞けて。よかった、よかった。よっしゃー。ちょっと待ってね。よいしょっと。あ、これいらんか。よいしょの曲は、聖司さんって言ってないんですけど、あの聖人って言ってるんですけど、いつもそれはだからイエス・キリストみたいな感じの風体をしてるから、みんなも聖人さんって呼んであげて。そしたらなんかあのなんか神からのお告げとか言ってくれる感じ。ああ。俺ちょっと傷ついた？いや、傷はつかないけど。大丈夫？無茶ぶりだな。無茶ぶり、まあ確かに。そういうのあんま対応できなそうだもんな。まあ、俺もできないけど。うん。じゃあ、聖人が作ったお花。あ、これはあれだね。前言ったら。
お花畑がやる成人の曲、タイトルはミレニアルという曲をやります。何ですか？ミレニアルとは何ですか？ミレニアルって何ですか？なんか千年とか千年みたいな。
んだよ。いいんで、うん、で、そうミレニアム、ミレニアムとか言うのね。チューニング合わねえなって無視された。これ一応なんか定番はミレニアル世代をテーマにしたんですけど、一応まあ、僕もミレニアル世代に入っていて、でまあ定義とかはちょっともう忘れちゃったんですけど、まあなんていうか、でその、まあ、僕らの世代で、その他の世代から見たらなんか何考えてるかよくわかんないし、まあそのすごく便利な時代に生まれて、まあ生まれた時からその何でもあって、でまあそのなんかデジタルネイティブ世代とかいろいろ言われてますけど、まあそのすごいこう不器用なとことかあって、うん、まあ生きづらさを抱えてる人とかも多いと思うんですけど、まあでもなんだろう、その器用だからこそこうつながれる関係とかもあるし、まあ、僕らは僕なりのこうやり方で、まあ、僕らの時代を作っていけたらいいなみたいな、そういう曲です。はい、かなり分かりやすかった。今回来てくれた人もおるし、まあなんかほんまになんかいい演奏とか、まあまあそれはそうなんですけど、なんか伝わるものをほんまにやりたいなって思ってて、なんかいっぱいの人をとかそういう目標もいいけど、目の前の人になんかほんま一かけらでもなんか伝わるものがあれば、あと自分が自分に一番伝わってほしいというのがありますね。その根っこに根を張って、今4回目ぐらいかあと4回ぐらいね危ね危ね、チューニング狂ってた。さっきは大丈夫だったけど、じゃあ今回というか次は正真正銘お花畑2人で考えた曲、ちょっと待ってね、
じゃあ、お花畑の1曲目、曲名は、なんて言いますか。タイトルロールという曲を。シュマで聞こえた今。タイトルロールという曲をやります。なんかごめんな。じゃあ、あ、これする。それでもいい。あ、俺からか。わー、俺カウント。あ、そうだよね。やってもいいやね、これ。ギターはちょっと無理だね。ピック持ってるから。そうだね。じゃあ、いいですか。はい、ごめんなさい。
んだろうな、緊張しないですよ、僕今。マジで緊張、マジなんだけど、緊張、ダサいのが、緊張しないのに結構ミスるっていうことが不思議でしょうがないっていうのが、あ、でも、気持ちを、だから、あ、ミスしてもうたってなくて、それでも伝わるものを、なんか不思議な感じになってるの、根を張れてんのに不思議な感じになってる。タイトルロタイトルロール時間今4時50分、そうだね、ちょっとギリギリだね。あのあれですね、あの4曲やったんですけど、あのできたらあーまるまるんるっていう言葉があるじゃないですか、わかるか、あーはい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 、あーまるまるぼーるってあるじゃないですか、それをやります。なんだ今のは。なんで隠したの。次で最後の曲ですとか言わなかったから。あ、そっか。あ、そっかそっか。謎が解けたぞ。名探偵コナンだぞ。すっかり忘れてた。すっかり忘れた。何の話し、みんなね、別に4曲目で終わりだと思ってなかった。あ、そうだよね。だって時計があるわけでもないしね。ちょっと、アンコールの文字をせーので言ってもらえますか。せーのっていうので、アンコールになった気持ちにちょっとなりたくて。アンコールだぞっていう。どんな声量でもいいんで、独り言のように言ってもいいし。アンコール、アンコール、アンコールみたいな。アンコール、アンコール届いた、アンコール届いた、家の前についてる、アンコール聞いてるかな。じゃあ僕に続いてね、アンコールっていうので、せーの、アンコール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 、ありがとうございました。アンコールの気持ちになってるわ。チューニングするね。さっきのなんか深呼吸と一緒で、なんかちゃらけてるように見えて、ほんまにその気持ちになってますからね今。成人も関わってくれたんですけど、で歌詞とかもすごい相談したし、一人やったらね、なんか気づかんところもこうしたらいいんじゃね、そこ行き過ぎじゃねみたいな、とか止めてくれたりとか。あれだって、サビからだね。あ、そうだっけ。じゃあ
アンコールのグッバイという曲をやります。じゃあ1,2,3 それはグッバイ、それはグッバイ、それはグッバイ、それが多分生きている。
Goodbye それは Goodbye それは Goodbye みんなも一緒によかった Goodbye それは Goodbye それは Goodbye それはグッバイグッバイそれはグッバイあと2回それはグッバイまさか最後こんな感じになるとは自分も思わずハイテンションにグイーンあと2分ぐらいあるからもうちょっと喋ろうか、うん、2分超えないようにねプレッシャーだな超えても大丈夫超えても大丈夫超えても大丈夫大丈夫そのパラあとで何も言わない言うかもそれは怖いな2分で収まらない そんなボリュームかな何か質問ある人ありますかね何か1個これだけは何か疑問に思うハテナクエスチョン別に無茶振りとかじゃなくて何だろう何かなんでなんだみたいななんでみたいな何なんだろうみたいなことがもしあればないか別に焦ってないんだけどねこうやってあの質問ある人って結構焦ってる人助けてみたいなちょっと溺れそうなんだ助けてっていう感じそうでもないんだけどなあじゃああのね、あれを言うか、あのなんかお花畑の、なんだろう、1ヶ月、2ヶ月とこうやってやってきて、でちょっとあれなんですよね、なんか結構忙しくなってきて、あのいろいろお互いのその、いろいろプライベートの、プライベートの、あのイングリッシュパフェどうなんですかね、なんか引っ越しとか、なんだろうな、他のいろんなこと。でお花畑はもうなんかほんまに息長く続けていきたいと思うんでちょっと来月はお休みそうだねで、なんだろうな、まあ再来月確定じゃないけどでもなんかこのやてめえこの野郎みたいな感じでなんか感じでもないんですよちょっとあのなんか喧嘩してなんかちょっとやってらんねえよみたいな感じではなくてちょっとお休みをしたいんだよね、うん、2人で二人でなんか時々会ったりとかして曲作ったりとかあとソロもあるからね成人は僕はまあ芸術アートの方があってだからまたちょっと小休止なんですけどまたお互いがその個人としてのあの技能ベースとかギターとか歌とかもうちょっと深心からもっと根っこを根っこ、あの、三連コンボで、お、なんか、2分超えてんじゃねえ、あ、大丈夫。もっと技能上げたら、もっとなんか、自分たちもスムーズにライブとかできるかなって思うので、これからもその、エターナルに、すごいデカく出たなって思ったけど、
ょっとお花畑っていう名前は全然消えないので、またここでライブをするのでよね。ここによねって、うん、そうね。ねえ、なんか一言ありますかってなんか言うとプレッシャーになるから言いたくないけど、そんなことしか言わない。なんかそんな感じだよね。うん、成人からなんか補足っていうか、いつものあのなんだろう、ここ言えてないよ。いや、ないけど。ないな。なんかあの、言ってやりたい言葉とかない？ん？なんか言ってあげ、方法、話したい、行けみたいな感じで話したい言葉ない？そうっすね。うん、いや、今日本当に、あのね、土曜日の早い時間に関わらず、こんなに集まっていただいて、ありがとうございます。それからドーナツさんもいつもライブやらせてくれて、ありがとうございます。で、まあそうですね、まあそのまあやっぱりこう自分の中で結構まだまだというか思うところが大きいので、まあ2人ともちょっと小休止の間しっかり精進して、ちょっと生まれ変わったお花畑を次は見せたいと思ってますんで、その、ね、来年の春に咲くとまでは言わんけど、また咲くからね、お花畑が。そうね、うん、そんな感じですね。そんな感じですね。はい、あ、っていうか、俺が言えてないことをパーンって言ってくれたね。さすが、パーンって肩叩こう思ったけど、届いとかんかった。目立ちたいんだか目立ちたくないんだかわからないっていう、それ話したよね。あ、ちょっと1時間ぐらいいいですか、時間。なんだ、そんなのかからんけど、ちょっとごめん、受けへんかったからびっくりしてんけど今。なんかね、2人とも漫画家タイプなんですよ、どっちかといえば。なんか、なんていうの、積み上げて、人がおらんところで積み上げて、ドンみたいな。だからこうやって人前で演奏するのとか、なんかほんまにほんまに求め、めっちゃだから目立ちたい部分もあるけど、ちょっと超恥ずかしい部分もあるみたいな。その裏表じゃないけど。なので、なんでしょうね。まあでも、目立ちたいし、一人でいたいしみたいな。愛してるけど死ねばいいのにみたいな、全く通じるのがあるよね。裏表だよね。受けてるってことは多分あるあるなんだよ、これは。なんか、分かる分かるってうなずいてくれてるし。これは、ね、僕はちょっと、なんか来月沖縄の方にちょっと初めて友達ができて、ランド行きなよみたいな、来ちゃいなよみたいな感じで、みんなから結構、沖縄の人ですかって、まあ、この波を見たら、うん、なので、まあ、ちょっと沖縄に行ってきて、アートをね、描いて売ったりとか、してこようかなと思います。今後の成人の予定としては何かある？そうですね、今ちょっとミニアルバムを作っていて、まあ、まあ9月ぐらいでリリースできるように、9月ぐらいにリリースできるようにちょっと頑張って作りたい。そうですね、今7月でしょ、もう次7月か。なんかあれだよね、そのお花畑と違う見どころというか、違うようなところを見せたいというか。まあ違い出したいとかはまあ考えてなかったけど、うん、とりあえずその、一人で全部やるっていうコンセプトなんで、うん、まあ僕がギターとボーカルは僕が自分家で撮って、楽器は打ち込みで入れて、であとジャケットとかも自分で作って
配信も全部自分でやるっていう一人プレイ、あのあれだね、DIY 精神だね。そうですね、感じでちょっと9月に出そうと思ってるんで楽しみにしていてください。あの注目したので応募してください、この恥ずかしいけど目立ちたい僕たちをっていう、それなんか歌のタイトルになりそうだね。そうだね、ちょっとあ、録画してるし、あとでメモっとこうか、うん、恥ずかしいけど、何て言ったっけ、何て言ったっけ、恥ずかしいけど、目指したい僕たち、いいな、いいな、名言が止まらねえな、てか、時間がね、ちょっと過ぎてて、もうこの後、ケツ迫ってる人もいると思うから、ね、ちょっと、前もなんか思いつきやったけど、一本締めで、いつも恒例の、お花ばっかりけど言えば一遍一本締めで締めたいと思います。なんかいろいろ種類あるんね、なんかよよよいよよよいとかあるけど、三本締めだった、三本締めか、あれまあ僕たちは一本一本でお花ばたお花ばお花お花が一本って言おうとしたけど、お花ばたけ何本あんなじゃあいきまーす。よー、ありがとうございました。この後もそのドーナツでご歓談ください。で、直子さんがなんかちょっといいジャズみたいなのをなんかかけるっていう困ってるよなんかいいタイミングで最後、終わり方じゃなくて、あ、そうだね、大丈夫、映画浮かんだ、あ、はい、ナイス。